仲間を救いたい。私もそんな気持ちになっているんだ。いや、私だけでない。見たまえ。いいかい、私が影響を受けたように君の仲間となったデジモンたちも少なからず君から影響を受けているんだ。君はほとんどデジタル生命体のような存在だったから、その影響力の大きさも推して知るべしだ。証拠はこのデジモンたちの中に刻まれている。君自身のデータが少しずつね。友情、愛情、絆、思い出、ありていに表現するならばそういったものだ。それらをすべて集め、精神データを再構築し、君の体に再インストールしようと思う。前代未聞かつ少々強引だが、我々のやることだ。道理もおとなしく引っ込むさ。私からもわずかながら君のデータを提供しよう。変なデータが混じっていても恨まないでくれよ。一つだけ心残りがあるとしたら、君に私のコーヒーをご馳走してあげられなくなることだな。では別れの時だ。私の助手であり、仲間であり、友達であった人間、さあ再インストールの開始を。君の未来を君自身の意思で決定したまえ。